はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。はい、チャンネル登録ですね、本当にたくさんの方がしていただいて本当に、嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひこの下の方にですね、チャンネル登録のボタンございます。パソコンで見てらっしゃる方はぜひお願いしたいと思います。で、携帯とかスマートフォンでね、見てらっしゃる方が非常に、多いみたいですね。はい、その方はですね、こちらの方にですね、チャンネル登録のボタンがございますので、タップしていただければすぐチャンネル登録できますので、よろしくお願いしたいと思います。はい。さあ、ということで今日ご紹介するのはこちらですね。バシーン。ダイソーさんですね。で、購入いたしました。確か3枚100円だったと思います。すいません。詳細が、忘れましたけれども、こちら、カレーカツでございます。給食の人気者。カレーカツでございますね。さあ、行ってみたいと思います。カレーカツ。カツカレーにしちゃうとね、別物になっちゃいますからね。はい、いただきます。まあ、こんな。なるほど。大きさこんなもんですね。iPhone ちゃんと比べて。はい。まあまあまあ、そこそこの大きさですよ、という感じですね。いただきます。うん。カレーの香り。まあまあまあ、でもうまいよ、やっぱり日本のこういう駄菓子メーカーすごいね。うまい、うまいはうまい。うん、歯ごたえ半端ないねこれ噛み切るのに。まあ、ちょっと辛いね、やっぱ。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、100円ショップダイソーさんで購入いたしました、カレーカツでございました。ありがとうございます。